活動家グループのザイトガイスト運動はコンスピリチュアリティ運動の一部であると言われている。コンスピリチュアリティはニューエイジなどのスピリチュアルと陰謀論が融合したものを指す用語である。コンスピリチュアリティは陰謀論とスピリチュアリティを組み合わせたカバン語である。現代のコンスピリチュアリティは1990年代に広まった。コンスピリチュアリティは極右の陰謀論である。 キューアノンや新型コロナウイルス感染症に関する陰謀論と関連している。この用語は社会学者のシャーロット・ワードとデイビッド・ボアスが2011年に表した論文ザイマージェンス・オブ・コン・スピリチュアリティで造語したものである。彼らはこの運動を次のように特徴づけている。コン・スピリチュアリティは二つの核となる信念に基づいた幅広い政治的、 精神的哲学を提示しており、一つ目は伝統的な陰謀論、二つ目はニューエージに根ざしている。すなわち、一秘密のグループが政治や社会の秩序を密かに支配している、または支配を企んでいる、に人類は意識のパラダイムシフトを迎えている、というものである。提唱者らは全体主義的な新世界秩序の脅威に対処するための最善策は目覚めた。 新しいパラダイムの世界観に沿って行動することだと考えている。他の過激派運動と同様に、コンスピリチュアリティのナラティブでは、信者は世間よりも啓発されており、本当の真実に気づいているために迫害を受けやすいという表現がなされている。ワードとボアスは楽観的で、 ホリスティックなニューエイジ文化と悲観的で保守的な陰謀論文化の融合を逆説的なものと捉えている。コンスピリチュアリティには陰謀論文化のダークオカルジャーが含まれている。コンスピリチュアリティ運動の統一理念は、社会はエリート集団による秘密の支配下に置かれており、宇宙の力を利用した意識のパラダイムシフトによって、その支配から解放されるというものである。 コンスピリチュアリティは世界で起きているすべての問題の真相を解明するのは自分自身であるという自己陶酔的な着想が魅力となっている。トロントスター氏に寄稿したアレックス・マッキーンは次のように述べている。コンスピリチュアリストは政治や科学、そして人間の三次元における関心事などありふれたすべてのものから離れた上位の次元に 悟りが存在するという信念を共有している。一度それを経験すると、それは主観的で私的な経験ではあるが、もう三次元では関係を維持できなくなるのである。アスビオルン・ディレンダルは陰謀論とニューエイジのスピリチュアリティの融合は今に始まったことではなく、西洋の秘境は本質的に疑わしいものであると反論している。陰謀論文化と秘境主義は、 どちらも秘密主義と工事の知識の啓示を強調するものである。彼女はマルタス・ソビック、アルフラーセン、バートラム・ダイボード・ブラックマン、およびネオ・ペーガニズムなどをオルタナティブ・スピリチュアリティと陰謀論の推進が行われた初期の例として挙げている。ロンドン大学クイーン・メアリー校のジュール・ス・エヴァンスはオルタナティブ・スピリチュアリティと伝統主義者の極右ポピュリズムとの重なりを指摘している。 ワードとボアスはニューエイジの信念を持つ人々は時に陰謀論者のように考える傾向にあることを指摘している。同研究では活動家グループのザイトガイスト運動がコンスピリチュアリティ運動の一部とされている。コンスピリチュアリティは極右の陰謀論である Q アノンや新型コロナウイルス感染症に関する陰謀論のほか 絶対的存在への精神統一のための運動、及びニューエイジの宗教運動、ラブハズオンなどとも関連があるとされる。オンラインのヨガやウェルネスのコミュニティには、新型コロナウイルス感染症とマスクに関する陰謀論や自動搾取の存在を訴える、Q アノン関連の陰謀論を投稿している人々がいる。ライトワーカーやインディゴチルドレンなどのニューエイジのコミュニティでは、 アメリカ同時多発テロ事件陰謀説が広まった。宗教人類学者のアダム・クリゴロンは、イスラエルにおいて、かつて、愛や、光について語っていた人々が、赤ん坊の血を飲む、小児性愛者の陰謀団があると信じている人々と、肩を並べている光景を目の当たりにしていると述べている。ノルウェーでは、オンラインマガジンの、ニーヘスペイレットが、 コンスピリチュアリティのフラッグシップであると評されている。このマガジンが掲げている三大覚醒の目標は意識とスピリチュアリティ、地球外知的生命体、そして新世界秩序陰謀論に焦点を当てている。コンスピリチュアリティというポッドキャストはウェルネス業界と陰謀論の工作に関する最新情報をリスナーに提供しており、それを最悪のスピリチュアリティと呼んでいる。 以下は、コンスピリチュアリティ運動を構成しているとされる人物の一覧である。ありがとうございます。